やっはろー、どうもこんにちは。アニメリアク職人ことマジャルギリハマーです。現在2024年の8月26日月曜12時41分ですね。先輩は男の子、7話 D アニメストアで見ていきます。先に軽く自己紹介するので興味ない方は40秒ほど飛ばしてください。自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし、目覚ましテレビ生放送失礼。そして昨年、世界アニメテレビ特捜部で北野武さんとビートたけしさんですね。はい、今年は痛快アカシア電車でアカシアさんまさんと共演、テレビ30本以上出てます。そして2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さ、チャンネル登録者数ののみなさ、これにずっと苦しんでますが、一日も休まず動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。ではいきます。なお、アニメ本編は流れませんのでご注意ください。また、わけのわからないタイムで広告あります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴、もしくは普通に視聴いただいた後リアクションのみ確認ということでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。さあ、リュウジの生徒手帳が見られたところだったね。さあ、これをどうごまかすのかね。勢いで告白するのか、それともサキが入ってくるのか。そういうの、あ、ここやね、サムネイル。こなつかわいい。一つの布団で寝るわけね。
やめろよおかしいやろやめろよって Pew. あれ、この左のってオープニングのこうなってる子？マイノリティとして生きる人みたいな密着性的マイノリティ おう。なのに花なれと VTuber ぐらい A パート短かったな。
おお、ナムタ。ああ、これを回収したのか。で、今に戻るか。ダラ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 。暗くて見えてないとかちゃう、もしかして。長い走馬灯やったな、走馬灯というか。なるほど、多分暗くて見えてなかったのね。あの写真の真相が分かったね。いや、見えてたか。見えてたな。ああ。うん。バレちょったか。横須賀栗浜。羽川変えてね。恋範やな、これ。パーンかな。あ、違うか。
えらいこっちゃな、これは。告白、友達に戻る。告白、断る。こんなんすよ。もう行ってんちゃう？あ、やっぱりね。まあ多分行動読まれとるわな、そら。青春やろうか、豚やろう。これ江ノ島じゃねえな。あ、江ノ島ちゃうわ。これ鎌倉やもんね。誠とか出るやん、もう来るんちゃう、ここに。あれ、スラムダンクの違うか。あれ、やっぱこれ江ノ島やんな、これ。あ、そっか、江ノ電やわ。そうやそうや、江ノ島や、これ。ああ、飛び込むと思われたんちゃう。え？は？は？なんで？ちょっとまさかからまさかやぞ、これ。あ、やっと先でいいや。え？おばあちゃんが。あ、江ノ島やね、やっぱ。おばあちゃん亡くなるのかな。あ、終わった。
ちょっとキャストをもう一回見たい。あ、タイガー、ミキ、母ちゃんか。幼少期、阿部夏子さん、ああ、聞いたことあんな。あ、生徒で折原くるみさん、あれやん、あれやん。ラーメン赤猫の、あの、八代珠子やね。他で初めて見たな。はい、まあ、いうことで今回、まあね、リュウジが写真見られたっていうところで終わって、だけれども、まあそこからの過去回想ね、小学校の時から仲良かったっつったっけ。あ、違う違う、確かね、え、何やったっけな、あれ保育園の時にね、なんか誠が何やったっけな、からかわれてん、あ、じゃ逆や、龍二がからかわれてんのを誠が助けてくれたから、なんかそんなんやったな。ほんでから、まあまあ、仲、そこで仲良くなったんかな、確か。違ったっけな。で、まあ、小学校の時も仲良くて、誠はよく龍二の家に遊びに行ってたと。で、龍二の家はよく眠れるんだと、いうことだったけども、なんかその時はもう、なんか、なんか緊張してって言ったっけ？なんか寝れへんくて、誠の、まつげを眺めてたかな、なんとかって言ったかな。で、中学に入って、なんかヤンキー、ピアス開けてるヤンキーみたいな、不良みたいなやつがおったけど、まあ、龍二はそっち側にはならんみたいな感じやったっけな。そして、なんでそういうのになったっけな。中学で、あれなんでそういうのになってたっけ。なんか酒始めたやったな。あれなんでそういうの、あれなんでなんでっつったっけ。忘れてもた、ちょっと見ようか。中学になってそういうになった理由、あれ、あ、ほんまに飛んだな。何だっけ、どこだったっけな。中学入ったやろ、中学入って、ああそうかそうかそうか、修学旅行の時に誠のことを可愛いっていうやつが出てきたんだね。ほんで、いや、やめろってっていうシーンがあったんや。そこから変に意識し始めたって言ったっけな、リュウジが。ほんで、それ理由やったっけ。で、ベッドが、ベッドじゃん、布団が隣になってて、で、ほんで、リュウジが意識し始めてもうたんかな。でこの日はどうにかして眠りたいと思った。今4分36、37、38。そうか、そうか。で、これで意識し始めて、疎遠になったということや。で、高校で、それでも誠と離れるために、遠い学校、高校に行ったのに、まさかセーラー服姿の誠と再会してしまったということやね。で、ちょっと分からへんかったんが、まあ、その誠が、まあ、セーラー服着て、出てきて、まあ、男やとバレて、で、まあまあ、そんな、僕と、関わっとったら、龍二まで変な風に見られんで、ということを言ってたけれども、そこでピアス開けたのって、自分も、なんかそっち側に行くみたいな、なんかそんなこと言ってたと思うけど、だからピアスを開けることによって、変に見られたい。変に見られようとした。普通じゃないと見られようとした。で、だから誠と同じ、普通じゃない見られる同盟みたいな、に入るためにピアス開けたっていう解釈でええんかな。ちょっと先わからんかったけど、そういう解釈でええんやろうか。という過去からの、まあ今ね、まあまあ結局見られてたわけやけどね。で、まあ、こっからもう誠が避けるようになって、もうわかりやすいもんな。わかりやすく避けるようになり、で、見てたのかと。お前は昔から嘘つくの下手だな、からの急な告白ね。好きだぜ誠って言ったかな、好きだよ誠って言ったかな。で、帰ってもうたっけ。あ、違う、ほんでごめんって謝ったよね。あ、ちょっとその前にあれや、写真を、あの写真が生徒たちに入ってた理由が明かされたよな。
何いたずらで誰かが撮ったんか、 E 組の誰かが撮ったとか言って、それをこうなんか面白く見せびらかしてたやつをまあどついたわけやね。で、ほかされてたのも拾ったと。で、入れてたわけやね。で、まあ、僕が女の子の格好してから勘違いさせてもらったんだね、ごめんと言って謝ったんやね。いや、そうじゃないって言いつつも、まあ、帰って。で、明日からもう投稿一緒にしてくれるよね、に対して、ユージもごめんっつって帰ったんか。で、まあ、誠は意を決して迎えに行ったものの、もういい日で学校もバックれてたと。でまあ大体やっぱりまあね、長年の付き合いの親友やからいる場所っていうのは分かったよね。そこでまさかの誠から付き合おうってなると思うんかったけど、なんかこう置いてこういったね、 V 字回復みたいな。そっからの先のおばあちゃんよね。どうなんのかね。だって先にとっての特別ってで、どうだったっけ、お母ちゃんだけやったんだっけ、確か違ったっけ。でお母ちゃん亡くなったんかなと。そこって明かされてたっけな。親父がクジラの学者で確か海外ばっかり行ってて、母親はどうやったっけ、亡くなった、出てった、そこって明かされてたかな。ちょっと忘れ物だな。だからまあおばあちゃんはおばあちゃんにとっての特別がおじいちゃんだったかな。なんかそんなことも言ってた気がするんだけどね。いやー、まさかの展開やな、これ。まあ、ここでさっきのおばあちゃんがもし亡くなってもうたとなったら、果たしてどうなんや。だって確か二人暮らしのはずやからね。一人暮らしってわけでもいかんやろうしね。施設にとか入るんやろうか。それとも、まあないと思うけど、なんか、マコとかリュウジ、師匠の方がまず近いかな。師匠の家に、いや、ないか。ないな。まあまあ、ただ、さっきのね、おばあちゃんが立ってどうなったのかが気になるね。まあ、とりあえず、マコとね、まあ、特にリュウジはおめでとうだけどね。はい、ということで、先輩は男の子7話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援、コメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分ちょっとで自己紹介するんで、興味のある方はここで切ってください。自分はこの本の、はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできるわけでもない在宅で、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在もコロナの影響で、約4年6ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知って、ぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。そして、深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますので、ぜひ見てください。アニメのリアクション、その他もろもろスタートして、今日で1614日目ですね。長いですね。ただこのチャンネルはもっと長い。2009年4月24日、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年8月18日までのリアクションの動画を自らの手で削除させられる地獄が始まっています。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生数もチャンネル登録者数も全く伸びず、正直しんどい、やめたい、ずっとやってます。それでもなおやればできるわけでもないです。大体そう思って一日も休むことなく、気合と根性だけで動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアク職人ことマジラジオ芸人浜田でした。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それでは失礼します。